明治安田生命プレゼンツ地元魂。ダイナミックに繰り出される連続空中技、およそ40メートルのタンブリングバーンの上を一度に8回技を繰り出し、難易度や美しさを競うこの競技、国内では優勝6回、さらに日本女子初となる世界選手権にも出場を果たした北織絵里21歳。母がいなかったらここまでタンブリングも続けてないと思います。母と子二人三脚でタンブリング界の頂点を目指す。名古屋からほど近い扶桑町が北織の地元。私の母でもありコーチです。実家は体操教室、母と姉が地元の子どもたちに体操の楽しさを教えている。競技者だった母明子さんのもと、幼い時から体操を学んだ北織。小学4年生でタンブリングのダイナミックな技の虜になった。良かったところを褒める、注意ではなく提案する、のびのびと楽しくが親子のモットーだ。スピードも乗った、うん、よかったね。一番いいかも。一番いいね、バッチリ。そして近所の駄菓子屋さんでは、おばちゃんいらっしゃい、ふわふわするからパッてやっておこう。駄菓子屋茶目っぺの末子さん、北織の活躍を娘のように喜んでくれる。今日はおばさんがサービスした、好きなもん取りや好きなもん遠慮せず取りなさい。今でも時々立ち寄り元気をもらっている。こんなにも体操の時食べや、体操でさ有名になって楽しみにしてるよ本当に。何かあったら報告して。